どうも皆さんこんにちは、エイブル大本店の池田です。本日も物件の紹介をしていきます。今回ご紹介させていただく物件はこちら、グランヒルズ西古松です。建物の外観はこんな感じです。では建物の設備の方をご紹介していきます。こちらが駐輪場となっております。駐輪場はこんな感じです。こちらが建物の玄関となっております。では入っていきます。で入って右側に宅配ボックスと集合ポストがあります。こんな感じです。でこれの向かい側にこちらオートロックがあります。ではオートロックの方開けていきます。でこちらがエレベーターとなっております。で一応右側に階段があります。こちらからも入れるようになってます。では早速中に入っていきます。開けるとこんな感じになってます。こちらが玄関です。では入っていきます。入って右側にはこちらシューズボックスがあります。たくさん置けそうですね。次はキッチンを紹介していきます。キッチンはこんな感じです。二口コンロです。ではキッチンの収納の方を開けていきます。キッチン下収納はこんな感じです。次は上の収納を開けていきます。上の収納はこんな感じです。キッチンはこんな感じでした。一応キッチンの横にはこちら冷蔵庫を置けるスペースが作られております。次はお風呂の方をご紹介していきます。こちらが洗面所ですね。こちら洗面台があります。三面鏡ですね。を開けると
中に収納ができるようになっています。とても便利ですね。下にも収納があります。こんな感じです。洗面台はこんな感じでした。で、洗面台の横に洗濯機が置けるようになってます。で、次はお風呂を紹介していきます。お風呂はこんな感じです。ここに鏡もあります。浴室乾燥機がついてますので、雨が降っていてもお風呂で干せるようになっています。それでは次に行きます。次はトイレの方をご紹介していきます。トイレはこんな感じになっております。次は洋室の方をご紹介していきます。洋室はこんな感じです。ここに棚があります。いろいろ置けそうですね。で、これの反対側にはこちら収納があります。収納はこんな感じです。エアコンがついてます。それでは最後にバルコニーの方を映していきます。バルコニーはこんな感じです。バルコニーから見渡せる景色はこんな感じです。こんな感じでした。今回ご紹介させていただきましたのはグランドヒルズ西古松でした。いかがでしたでしょうか。ぜひ気になる方はエイブルネットワーク大本駅前店にお越しくださいませ。ご視聴ありがとうございました。